ロシアでのノルウェー連隊の兵士、コマドリの賭けは、ジョーニス・ボチョによるノルウェーの警察小説である。オスロ市警察の刑事、ハリー・ホーレは、国賓警護任務中に引き起こした、不運な出来事により栄転を装った移動で、ポット局本部に移ってきた。各地のポット市局から上げられてくる報告書の選別という退屈な仕事の中で、CN 警察からの 狩猟機関でもない時に銃声がしたという通報を受けて調査したところ非常に珍しい口径16ミリのドイツ製ライフルの薬莢が発見されたという報告が目に留まった生産数も少なく非常に高価でノルウェー国内では登録されたことのないこの銃に興味を持ったホーレはその流入経路の操作を始めたホーレの操作の結果ライフルは 南アフリカ共和国で逮捕拘留されている武器密輸業者の手でノルウェーに持ち込まれ第二次世界大戦時にドイツ側の兵士として従軍した経験があると考えられる老人に売り渡されたことが分かった。歴史学者の力を借り当時の従軍兵士の生存者を探す方で、は一方で武器調達の依頼経路からの調査を元同僚のジエレに言えてるに依頼した。 ありがとうございます。